16番パー3、175ヤードパー3です。手前に池があるパー3です。ティーからの実測は168ヤードでした。16番ホール長峰選手のティーショットです。168ヤードです。右後ろからの追い風です。これはちょっと左のバンカーを越えた感じですね。和田選手の16番パー3ティーショットです。これもやや左に、あ、左にこぼれました。風でしょうね、なんかね。セリカー選手の16番パー3ティーショットです。右に出て風で戻ってきませんでした。右のバンカーのようです。16番パー3ティーショット、8のティーから打ったボールが2人ともここですね。で、セリカー選手は左の右ですね、ティーから見て右のバンカーに捕まってます。まずまずですね。ナイスです。長峰選手のセカンドショットです。和田選手同じ位置からのセカンドショットです。ラインを見てるので寄ると思います。ナイスです。セリカー選手のパーパットです。惜しい、ボギーとなってしまいました。長峰選手のパーパットです。ちょうど1メートルぐらいです。惜しい、ボギーとなってしまいました。和田選手ナイスパーです。17番ホールパー5です。まっすぐ左右に池が、左手前と右奥池がありますが、基本的にはまっすぐなホールです。17番ホールパー5、和田選手のティーショットです。おっと、和田選手としては珍しく左に曲げてしまいました。カート道路よりも左ですね。長峰選手の17番ホールパー5ティーショットです。ナイスショー、綺麗なフェードでフェアウェイ真ん中に戻ってきてます。セリカー選手17番ティーショットです。ナイスショー、完璧です。長
アミネ選手のパー5セカンドショットです。200ヤード先に川が流れているのでちょっと小さめで刻むと思います。ナイスです。ナイスレイアップ。セリカーさんも刻むと思います。200ヤード先に川があります。ナイスショットです。飛びすぎじゃないだろうね。大丈夫そうですかね。和田さんはティーショットを左に曲げてカートパスの近くからセカンドショットはレイアップです。長峰選手残り137、パー5のサードショットです。ナイスオンです。和田選手133ヤードですね。133ヤード、パー5の3打目です。ナイスオンです。セリカー選手の17番3打目、102ヤードぐらいです。ちょっと左にナイスオンです。17番パー5、長峰選手のバーディーパットです。惜しい。ナイスパットでした。17番、パー5、セリカー選手のバーディーパットです。17番、パー5、和田選手3打目を2メートルぐらいのバーディーチャンスにつけてます。ナイスバーディー。ナイスパー。ナイスパー。最終18番ホールです。パー4です。クラブハウスに向かってまっすぐ打つパー4になってます。フェアウェイは結構広いです。右はかなり広いです。何が来たの。15位和田選手、17番終わって頑張ればです。3アンダーであと後ろ1位タイです。あ、同じ3アンダーの選手はすでに18番フィニッシュしてます。1位タイの和田選手の最終18番ティーショットです。ちょっと左トパスあたりですかね。ちょっと、まあ、今日はプリファードライですから特に問題ないとは思います。長峰選手最終18番ホールのティーショットです。ナイスショット。これは強一じゃないでしょうか。
芹川選手18番最終ホールティーショットです。ナイスショー。ラミネ選手18番セカンドショットです。194ヤードです。ナイスショット、グリーン左。おナイスオンです。セカンドショットです。180ヤードナイスショットです。これもナイスオンでしょう。ナイスオンです。和田選手、重要な優勝が決まる重要なセカンドショットです。緊張しちゃったんでしょうか。グリーンに届きません。和田選手3打目です。和田選手3メートルぐらいのパーパットを残してしまいました。芹川選手のバーディーパットです。タップインナイスパーです。ナイスパー。和田選手これが入れば優勝の可能性大です。ナイスパー、優勝だ、優勝。ナイスパー、ナイスパーです。ナイスパーです。なんかすごいもう終わった気分。いやー素晴らしい、すごい根性パット、素晴らしい今の。ナイスバーディー。じゃあ皆さんお疲れ様でした、参加ご参加ありがとうございました。いよいよですね、去年、ポイント合計上位3名増田さん、それと3回目のため5回目で3連勝した谷田さん と、3位の高山さん3名で参加していただいて、来月 USLPGA、QT 会場のミッションヒルズカントリークラブで4ラウンド、決勝戦やりたいと思います。去年の、QT の、1位の合格ラインが5オーバーですけども4ラウンドで、でその4ラウンドで5オーバー以内で、ミッションヒルズで回った場合にはリンゴルフから、1時の参加費用を、補助しますということで、アメリカ世界に羽ばたく女子が、このリンゴルフフューチャーズトーナメントから出てくれれば、私たちはこれ以上嬉しいのではないかというふうに思ってますので、皆さんもぜひぜひ、今後参加していただいて、いい成績を取っていただいてアメリカに来ていただきたいなと思ってますので頑張ってください。それでは表彰式の方に移りたいと思います。3位が増田選手です。本日のリンゴルフフューチャーズトーナメントの優勝者の発表です。3アンダーで和田選手。2回目の1戦です。第1回に続いて。お疲れ様でした。まずリンゴルフ様、素敵な大会を開いていただきありがとうございます。今日のプレーは、
と垂れての僕だったんですけど、最後の長い5メートルのパーパット入れて優勝することができてよかったです。ありがとうございました。